ウソもおこれんです。本日はスプラトゥーン2でヤドカリかくれんぼやっていきましょう。今回のヤドカリかくれんぼはなんとマルチミサイルロボットボムピッチャー解放ということで、これね移動できるけど、ちょっとね鬼一人やと狭めのステージの時にね鬼結構不利やったんですよ。でもそのロボムと丸ミサを使うことによって大体の位置を把握することができるから、結構鬼にね有利に働くんじゃないかなと思っております。で何気にそれ使うの初めてなんですよね。だから一体どうなるのか、そしてちょっとサムネだけ取っといて、あ、いいやドラ焼き、ナイス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 、ちょお前かぶんなかぶんなかぶんなサムネ取ってんねん。はいはいはい、ナイスナイス、はいはい、あ切れてもうた。でルールは3分半スタートで移動バチバチ OK というルールです。だからまず鬼陣地行こうか。鬼がね逆境強化とかついてたらいいんやけど、もうつける気ないね。うん、ギアがうんちだ。で1戦目が丸ミサで2戦目がロボットボムピッチャーっていう流れになってます。始まります、よーいスタート。さあまずは丸ミサを飛んでくるとこが見たい。飛ばしてちょうだい。うん、もう向こう行っちゃったね向こう行っちゃった、バイビー。わっ、でもこっちから帰ってこれなくね？帰ってこれんのか。さあそろそろ溜まるんじゃない？そろそろ溜まるんじゃないですか？お、ドラ焼きいいね。全員こっち来た、全員こっち来た。これ丸みさ映るぞ全員。来た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 。おおおお。あ、ドラ焼き普通に死んだ。もも逃げろ、もも逃げろ。まずいぞ。丸みさでバレてるぞそこ。あかん、普通に見つかっていく。やばいで、ね、マルル。マルミサ脅威やぞ。俺ら二人固まってたらまずいかもしらんな。来るか。いやでもこれあんまりこっち塗られると逃げ場がなくなってしまう気がするので、ちょっとこっち行きます。お、探してる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 。え、何言ったどこ下手くそかお前、下手くそか動画、嘘やろ。なんでお前捕まえたやつに対して撃ってんねん。まず一周ぐるっと回らんかい、びっくりするわ。はいはい、溜めて、はい、溜めて。むしろ待っちゃってるもんね、鬼の丸みさん待っちゃってるもんね。はい、来い来い来い、来るんちゃう、溜まってる溜まってる、来るんちゃう。バレたバレたバレたっていうかバレに行ってますけども。よし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 、これで鬼に居場所がバレたんで、鬼こっち来るよねっていう。ほっ、どうだ、来てる来てる来てる、一気に来てる、一気に来ちょります。ほいほい、あれマルル死んでる。え、マルミサで死んだお前、もしかして。嘘やん、一応まだ逃げれるな。いやー来ちゃう来ちゃうねこれ。この縁を歩くと減速なしでいける。あー、はい、はい、はい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 、やばい、耐えてこう耐えてこう、はい、え、どこ行った、どこ行った逃げてるこれ。おい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 、やばいやばい、とうとう逃げへんかったマジかよ、全然気づかへんかったよ、ついてきてんのマジ。いやでも丸美さんおもろいな、どんだけ遠くでもバレるから割といいかもしんない。さあロボムでどうなるかよね。というわけで後半戦行ってみよう。はい、後半戦スメシーワールド行きましょう。今回ちょっとねロボムってことで俺鬼やってみようかな思います。ちょっと楽しそうなんでね、ちょっと楽しい時だけ俺鬼やるっていうな、どっち不詳です。さあほんで皆さんね、スプラトゥーン3も発売決定したということでね、はい、すごい楽しみですね。楽しみって思った人はグッドボタン教えてくれると嬉しいです。で今回ねロボットボムピッチャーあんのかの、ローラーしかなくて、ちょローラーできちゃってんけど、めっちゃ不利よねこれ。さあというわけでヤドカリかくれんぼ後半戦ロボム編始まります。よいドーン、ゴーゴーゴー。さあまずはここから投げます。はいはいはい、反応する反応してる反応してる反応してます。どこや、こっちの方反応したよ。
動けや。ヤドカリの意味知ってっかお前。めちゃめちゃじっとしてたな。よしよしよし、これで一人目捕まえた。さあ投げます、投げます、はい投げます、投げます、はい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 、あかん移動できひん、ほい、あー切れんの早い、切れんのが早すぎる。でもロボットボムピッチャーやから結構ガバガバに塗っていい気すんのよ。あなんか音したな。あーなんか違うか。お前ドラ焼きか、お前ドラ焼きやな。ややこしいねん、ややこしいねん。ほっ、わー一瞬で切れるやん。ちょっと足元メインでやっていた方がいいかな。ちょ同じとこぐるぐるしてんねんけど、こっち行こうか、こっち行きます。ここ一周ぐるっと回って、ほっ、反応しろ反応しろ反応しろ、全然反応しないんですけど、どういうことですか。あ、なんかいた、あ、なんかいた、なんかいた、待てこら待てこら、おら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 、く、危ねえなお前、手だれよの、手だれよの、ほれ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 、おー、しまいよー、あ、追い詰めたぞい、ウェイ、もう確保。さあ、ほんで、この下に一人ぐらいいる気すんねんな、俺。おらんか？あかん、移動できひん。おい、もう一個。あかんな、全然反応せえへんな。丸美さんの方が使いやすいんじゃねこれ。絶対そうよな。で、多分上方向は反応しひんから。ほ、ほ、ほ。ほんま？全然と、全然あかんやん。丸、え？ロボムピッチャー全然あかんやん。こんな使えへんか？これ自陣いるんじゃね、ワンちゃん。ほ。こっちおらんか。ほ、ほ。ほ。いやー、おらんぞ。嘘だろ？全然ロボムのいいとこ見せられてないんやけど。どこで妹、どこで妹とんねん。出てこいや。ほ、あかんか。そことか怪しいんちゃう？こことか。ほ、ほ、ほ。これ上とかに投げんのがいいかもね。いやーでも反応してないな。なんか今音がしたような気したんやが、全然見つけられへん、嘘でしょ。うわー、ぜ、いいとこ見せれへんかったごめんなさい。はい、というわけで今日のオカリン弱すぎるなと思ったらグッドボタン教えてくれると嬉しいです。いやー、ヤドカリかくれんぼ久々にオールやると難しいね。というわけでお疲れ様でした、バイビー。